アイルランドにね、着きました。こんな感じ。航空券取り消せばいいんだけど。大学生のしげさん、学校を休学し単身海外に来ましたが、多分帰るわ、マジで。1年の予定がわずか4日間で帰国。一体彼の身に何が？お帰りなさい。あ、こんにちは。ただいまです。なぜ4日で帰ってきたの？ちょっと物価が高すぎるっていうのがね、ありまして、ちょっと心が折れました。英語とか全然しゃべらずにもう勢いだけで来ちゃったんで、ちょっとそういう就職活動とかもできずに帰ってきちゃいました。彼が心を折られたもの、それはワーキングホリデー、通称ワーホリ。ワーホリとは、日本と協定を結ぶ国や地域で1年から最長3年長期間滞在が可能。現地で働けない留学に対し、仕事ができ学校にも通えるとっても自由な制度なんです。こちらは都内にある留学エージェント会社。平日昼間にもかかわらず、ワーホリのオンライン説明会は学生や社会人で大盛況。ワーキングホリデーなんですけれども、じゃあ実際に渡航できる国どこなのかというところをご紹介したいと思います。今渡航者が劇的に増えているといいます。その理由は、円安がかなり進行してきているというところで、出稼ぎを目的としたワーキングホリデーというところで、皆さん渡航を目的にされているんじゃないかなというふうに思います。そう、渡航目的の多くが出稼ぎなのです。加速する円安に加え、メディアや SNS で踊る甘い言葉も相まって、続々と出稼ぎに海を渡る若者が多いのです。しかし海外出稼ぎの実情は大きく様変わりしており、こんなはずじゃなかったと嘆く人も。僕は今ワーホリでお金を稼ぐべくオーストラリアに来ています。昨年10月に日本を立った石山睦弘さん26歳。彼が向かったのはワーホリで一番人気のオーストラリア。そんなこの地で語学を学びながら稼ぐことができると期待に胸を膨らませていましたが、20件以上のアルバイトに応募するも企業側からの連絡は一切なかったといいます。めちゃくちゃ舐めてました。すぐ仕事にありつけて、楽しい生活できるだろうと思ったのが全然できないんで、思い描いてたものよとはちょっとかけ離れてる感じですね、正直言うと。今渡航者の激増によって職探しの競争率が高まり、現地で仕事が見つからない人が続出。ワーホリの闇と揶揄される事態となり、あるアンケートでは渡航者の9割以上の人が仕事探しが大変だったと回答するほど。渡航から2ヶ月、ようやく。おはようございます、現在のオーストラリアは5時30分です、今日からですね、バナナファームの仕事が始まります。服装はこんな感じですね、はい。で、今日からなんですけど、おそらくバナナの運搬の作業になると思います。で、やっとありつけた仕事なので精一杯頑張っていこうと思います。出稼ぎワーホリの光と影。今も稼げる？もう稼げない？そしてお金を稼ぐために海外に行く風潮の是非について、ワーホリ参加者と共に考えます。小沢さん、ワーホリ行きたいですよね。どうですか？まあ、なんかちょっと人生のモラトリアム期間みたいなイメージありますけど、ワーキングホリデーってちゃんと調べると就労目的じゃないんですよ、この制度は。総合理解とか文化交流が本来大前提となってますから、今なんとなくワーホリイコール出稼ぎみたいな、これはね、日本の中ちょっと先進国症候群みたいなもので、あれだけ豊かだった日本が今や若者が海外で出稼ぎなんて、それがワーホリを使ってってなってるから、こういう報道
聞き取られ方 しちゃうし世間の理解が広がってるんだろうなと思いますけど、本来は文化交流とか日本文化の理解だから、そ本来の目的と離れてるんだったらやっぱ制度を変えなきゃいけないと僕は思います。なるほど。ではゲストをご紹介します。 VTR にもご出演いただきました去年10月からワーキングホリデーでオーストラリアに滞在している石山睦弘さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてもう一方、日本ワーキングホリデー協会公式アドバアンバサダーの水上拓也さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さっき大空さんが言ったことに尽きてるんですよね。これはね、就労ビザじゃないんですよ、うん、これはもともと観光ビザの一種なんですよ、うん、で観光ビザの一種で、若い方がこれ1980年からできてるんですけれども、最初オーストラリア、ニュージーランドですよね。とにかく国際交流をして文化交流してもらいましょうと、うん、その時にちょっとお金が足りなくなったら働いてもいいですよっていう、うん、で普通は留学生ビザだと働いちゃいけないんですよね、うん、それは働くと現地の人の雇用を奪うことになるから普通はできないんだけども、うん、この場合だけ特別にちょっと働いてもいいですよ。だからそれを出稼ぎに使ったらダメですよそれはもうそもそもが間違ってます。石山さんは異文化交流のためにオーストラリアに行って、たまたま職をがってことですもんね無理やりじゃん。そうですね、バリスタの勉強をしたいっていうのが一番大きかったんですけど、石山さんのところのこう解説に出稼ぎワーホリって入れない方がいい。そうですよね、ちょっと違いますよね石山さんは異文化交流で行ってるっていうことですから、その本来は休暇持って、でもはい、そうですね。でもやっぱり出稼ぎっていうのはやっぱお金稼げるっていうのはやっぱり頭の中にあったので、それはなんかで見かけてとかなんですか、そのなんか稼げるらしいみたいな。やっぱり YouTube ですごくやっぱ海外だとこのぐらい稼げてこのぐらい貯金ができてっていうのを見て、なんか今の自分が働いてる仕事だったりとかと比較したときに、やっぱりそっちに行った方がいいのかなっていうふうには思いました。なるほど、ありがとうございます。本来は休暇それから滞在中に旅行とかするときに、まあ、資金が必要だから付随的に就労を認めますよっていうのがワーホリなはずなんだけれども、だからその付随的な就労でさえも日本のちゃんとした就労よりも高い賃金が払われてしまってるっていうのが若者が行くっていう背景になってるってことですよね。稼げるしホリデーもできるし最高みたいな、両得っていう。これ1980年って言いますとね、有名なジャパンアズナンバーワンという本が書かれた 1、2年後なんですよ。だから日本がまあかなり豊かになって、その豊かになったあなた若者に行ってくださいと、それだけのお金あるでしょう、でもちょっと足りなくなったら働いてもいいです、そういう趣旨だったんだけれども、今日本の所得がものすごく低くなってきたんで、それがすごくちょっとまあ少し誤解も含めてですけども、偏った解釈をされて今みたいになってるんですよね。竹中さん伺いたいんですけど、これが出稼ぎとして行くのがダメなのはなんでなんですか。いやそれはだってそういう目的じゃないから。だって向こうはねビザを出してるわけですよね。でビザを出してるときは働いてもいいですよという、それは日本だってビザを出す場合はこの人はその専門職があるから、専門的な技があるから貢献してくれますねとか、そういう資格をある人にだけ就労ビザっていうのを出すわけ。これはどこの国でもそうですよね。就労ビザなんてそんな簡単に出ないわけで、でもだからこれはだから就労ビザじゃないんですよ。特に特技がある方に、なんかすごく PhD で持ってる方に何か働いていいですよということではなくて、まあ文化交流だからお金を貯めてきてください、でもちょっと足りなくなったら働いていいですよっていう、そういう趣旨なんですよね。例えば先方からしたら、言うて多分現地で働いてる人には多少安い労働力に逆になってたりもすると思うんですよ。ってなると結果的にはまあ日本から行った人は多少出稼ぎができてお金持って帰ってくる、で向こうからしたら安い労働力をもらうことができる、なんとなくウィンウィンになってる感じに見えちゃいます。そうじゃないですよ。だって向こうで働いてる労働者にとってはですね、自分の職奪われてるわけですから。そういうふうに安いよね、安い技能もないのに安い人が来てて、それでそれが雇ってるということは現地の人の雇用が失われてるんですよ。現地の人の雇用が失われるから就労ビザってのはそんなに簡単には出ないし、日本として出さないわけです。これが多分でもどんどん変わっていくんだろうなっていうのは、今例えばイギリスとかももう選挙に睨んで移民をどんどん減らしていこうってやってますよね。北欧の国とかも移民を減らしていこうと。だから安い労働力である移民っていうのがまあ社会からこうかなり嫌われ始めていて、保守政権なんかも移民のビザどんどん減らしてるわけですね。そしたらこれまで移民が担ってた、まあ、誰もやりたくないような仕事みたいなものを、じゃあワーホリの制度を使って
やってもらう。だから去年イギリスは日本とワークフォーリーの枠拡大したんですよね。そうですね。フィンランドも新しく結んだんですよね。だからなんかそういう思惑あるのか、ここも変換じゃないかなと思ってる。でもそれ良くないですよね。それは政策として間違ってますよね。日本は技能実習制度って言って、それにまあちょっとよく似た制度で研修ですよと称して安い労働力を使ってるわけだから、これは労働市場を歪めますよね。まあ、出稼ぎって言葉にはなってはしまったんですけど、そもそものワーホリの認知自体はまあ良くも悪くも広がったのかなとは思ってます。これなんかちょっとタッチなねことなんですけどね、これがすごい広がったのはやっぱりバブルの時期なんですよ。1980年代後半のその頃は日本人の観光客もたくさん向こうに行って、日本人 の, その出張客も向こうにたくさん行って、そこでこれ本当にタッチで誤解してほしくないんですけれども、一部のねそれで行った女性の方々がそのピアノバーとかそういうところでたくさん働く機会があって、それで人数が一気に増えたっていうような事実は当時はあったんですよね。今はもうそういうことはないと思うんですけどもね。だからやっぱりそのこのワーキングホリデーの認識パーセプションも随分ちょっと変わってきたんだと思いますよね。やっぱり事前にしっかり準備して、はい、もう就職先も目星をつけていくっていうのが対策としてあるものなんですか。基本的には先ほども言ってるようにその仕事を決めていっちゃダメっていう、事前に決めらんないです。決めちゃダメなんですよ、仕組み的に。そうなんですよ。それが基本的なルールになるんです。向こうで探さないといけないってことなんですね。そうです、はい、ということは日本にいながら何を準備できるんですか、対策としては。まあ、純粋にそのまあ英語力もそうですし、うん、そうですね、あとは純粋に例えばバリスタ、カフェで働きたいんだったらそのカフェのスキルであったりとか、まあ、例えば純粋に日本で働くってなった時にじゃあ日本語できたら働けるかってやっぱそういうわけじゃないと思うので、やっぱりその働くためにそのスキルっていうのが絶対ついてくるので。ワーホリやってる人のコミュニティはないんですか。要はワーホリをどんどん受け入れてるようなプラン、その農園だったりとかっていうのはあると思いますけど、そのそこのネットワークみたいなのはあんまりなかなか強化されてない。そうですね、その中で、まあ、そういったフェイスブックのページだったりとか、今はまあ情報が本当にいっぱいあるので、でもその中でやっぱりいろんなやっぱ情報があるので、ちょっとこう取っていかないといけない、そこがちょっと難しいというのがあると思います。結構今だとなんかそもそもパスポート持ってない人めちゃくちゃ多いじゃないですか、うん、でもそれで20代になって行きますっていうのって割と勇気がいると思うんですけど、なんかそういった方ってまず何から始めたらいいと思いますか。そうですね、そこはまあでも本当に最初旅行とかでもいいと思うので、うんうん、最初まず一歩踏み出してみるっていう、うん、まあ、本当パスポート取るっていうところから、まず行ってみる、はい、うん、そこからスタートで、まあ、最初からその長期で行く必要はないと思うので、うん、確かにそれで最初からなんか長期でワーホリでってなると、うん、なんかこうすっ転んじゃいそうな気はしちゃいますけど、まず一回行ってみてとかがいいかもしれないですね、はい、まあ、一般論としてはあの若者に限らずやっぱりその世界と交流するってことは絶対必要だと思うんですね。ただまあ自分の経験から言ってもやっぱり若い時の方が行きやすい。それはいろんなもののこう語学を含めてのものの吸収力がやっぱり年とともにやっぱり退化していきますし、で若いとね少々の貧乏暮らしだって耐えられるけれども、ある程度の年になるとそれも難しくなるから、若い時の方が行きやすい、うん、その意味で若い人に私は行ってもらいたいと思いますよ。しかも就活の時に別にそれが肯定的に評価されるのであれば、ね、なんか居酒屋のバイトリーダーやりましたとか、うん、ハイブラのドアマンやりましたみたいな経歴よりはワーホリ行って一歩踏み出しましたみたいな方がまあいいんじゃないかなと思いますよね。私の、ね、知ってる人で、まあ、あの日本で大学を出てで最終的には国税庁に入るんですけどね、1年間ね外をずっと、これはあのワーキングホリデーじゃなくて世界を回ってきたんですよ。で彼はその世界を回ってきたということで特に評価されて国税庁に採用された人がいる、うんうん、だからそういう時代にやっぱりなってきてはいるんだと思うんですね、まあ、日本の問題はこう客観的に把握できるっていうことはおそらくありますよね、うんうん、まあ、留学行って日本じゃもうダメだこっちの国の方がいいってなるよりかは、うん、日本って本当に素晴らしい国なんだなって思う人の方が多いんじゃないかなっていう気がします。どうですか水上さん、どうですか。そうまさにそうですね、あの海外に行って初めてやっぱり感じたやっぱり日本ってこんないい国だったんだとか、やっぱり外から見ることによってさらに日本を好きになりましたし、海外のことを知るっていうのもどちらか日本のことをよく知ったっていうのが実際に海外に行っての感想かな。でも帰ってきた人から聞いたらいつもなんかいや外国ではとかいつも言うよなんかそれも場所によるんかな、なんか結構そうやって綺麗事で言うはる人多いなって思うけど、かぶれる人の方が多いんちゃうって僕は感覚で思ってます。まあでもね両極端ですよね、すごくそうなる人と全く逆になる人、この国大嫌いみたいになる人っていて、でもやはりそういう国際交流っていうのはそのいろんな文化を許容する力をやはり持つことなので、
だから相手の国を共有して、そしておっしゃるようにね、やっぱり日本の良さってのは本当によくわかる、うん、日本の問題点もよくわかるし、うん、日本の良さもすごくよくわかる、はい、その意味でやっぱりこう感受性の強い高い若い時にね、外に出てそういう経験をするのはやっぱり私は絶対いいことだと思いますよ。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。